はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、休肝日ということでこちら買ってきました。アサヒのドライゼロのスパークノンアルコールビール、なんと、500ミリリットルの、ペットボトルにね入っているという、130% 高炭酸×高刺激、期間限定です。原材料名が、食物繊維と酸味料と香料とカラメル色素と、苦味料と、酸化防止剤かっこビタミン C と、甘味料かっこアセスルファム K ですね。こちらは2018年の6月から2018年の8月までたったの2ヶ月間の出荷予定と書いてあります。たったの2ヶ月のあれか。たったの2ヶ月か。でもビールをこのペットボトルにするっていう、その発想、なかった。それでは乾杯。ドライゼロだね、これ。うん。これはあれだ。あ、間違えた。ドライゼロ。ね。ノンアルコールビールでは一番うまいんではないか。というね。ものでございます。うん。まあ、ビールに近い。といえば近い。かな。こちらはね、7月の、3日新発売。ノンアルコールビールテイスト。ビールらしい飲み応えはそのままに、130% の高炭酸刺激で、さらにドライな喉越しを楽しめる。ドライゼロ、カッコエクステンションです。エクステンション？ドライゼロエクステンションって何だ？エクステンション。持ち運びに便利なペットボトルなので、幅広いシーンで楽しむことができます。まあ、鼻をつまんで飲めば、ある種、ビール。鼻をつまんで飲めば、そこそこ、まあ、わりかしビールの味は、しないでもないな。ただ、鼻を開けた状態で、飲むと、まるで、ね、まるで別物。ビールとは別物なんだけど、でも、ノンアルコールビールでね、一番マシだよね。これはね。このアサヒのドライゼロ。まあ、それが、他のね、やつダメなんだよね。他の、その他の、アサヒ以外の、ね、このドライゼロ以外、はね、まあアルコール度数ゼロっていうことを除けば、ホッピーとかがね 0.8% 入ってるんですが、まああれが一番ありではあるんだけど、ただ 0.8% って入ってるからな。ゼロではないからな。
か。このなんというか、まあ、甘くはない。ちょっと苦いは苦いんだけど。まあ、これを果たしてうまいと言えるかっていうね。まあ、休館日なんで、休館日に飲む。で、大体さ、ノンアルコールのさ、カクテルみたいなはあるけど、あれただのジュースなんだよね。ほとんどただのジュースなんだよな。まあ、ジュースでもいいっていう人間は、いいんだろうけど、ほとんどジントニックとか言って、ほとんどあれただのトニックウォーター飲んでるのと同じだろ。ただのお前トニックウォーター飲めよ。飲むわっていうレベルだからな。他にもね、このドライゼロ以外に、アサヒヘルシースタイルっていう 0% のやつと、アサヒドライゼロフリーっていうのもあるみたいです。ただね、これ甘味料が、これはね、甘味料入ってんだよね。で、この甘味料の、ちょっとこう、後味が、こう、甘味料のね、感じなんだけど。ちなみにドライゼロの普通の缶のやつは、2年連続ノンアルコールビールテイストナンバーワン、売り上げナンバーワンということでね。まあ確かに、まあ、うん。まあ一番うまいからな。ドライ、アルコールゼロシリーズで一番うまい、とは思う。うん。なんとかならんのかね。でもやっぱり美味しくないんだよな。うん。まあでも、だから、あれだよね。仕方ないっていう。もはや、もう諦める。炭酸水だとちょっとあれだから、まあ。炭酸水を飲むよかはいいのか。ノンアルコールビール。ノンアルコールビール。結構いろいろ出てるみたいですが、まあ全部で15種類ぐらいあるのかな。まあ何種類かわからん。あ、休館日にね。俺も一週間に一遍休館日を取ろうと思ってて、今日じゃなくて、本当は木曜日に休館日って決めてるんですけど、忘れてて、今日土曜なんですけど、仕方ないから、ね、今日休館日にしようということで。ゼロ角。アルコールゼロのカクテル。これはもう飲んだことないな。まあ、ジュースだからな。言うてジュースなんだよな。
しかもジュースな上にお前甘味料も入ってんじゃねえかこれ。あ、これダメだ、これ甘味料入ってるのダメ。絶対買わねえか。とあるサイトには、15種類飲み比べてランキング、ビールに一番近いのはどれかって。1位がなんとパナバック。知らない。これ外国のビールですね。本場ドイツでビール純粋令を厳格に守り、うんちゃらかんちゃらで出てます。これドイツのあのノンアルコールビール。これ外国のやつだね。これ見たことないね。パナバック、ベリタスブロイ、ピュア&フリーって書いてある。そういう名前みたいな。ああ、ビール、あ。ビールテイスト飲料として作るんではなくて、ビールと同じように醸造してから、アルコールだけを除去するらしい。ちなみにこのアルコールだけ除去する方法は、日本ではこの製造法が認められていないらしい。あ、なんだよそれ。なんなんそれ。ベリタスブロイ。これ飲んでみたいな。で、2位が、ブローリープレミアムラガー。これ飲んだことあんないか。見たことあるな、これな。あ、でもアルコール度数 0.9% だって。これあれだよ、0% じゃないじゃん。で、3位が日本ビールのリューマ1865。これ俺飲んだことある。うん。リュウマじゃなくて、リョウマか。坂本龍馬の、あの、龍馬ってやつね。ドイツ麦芽 100%、ノンアルコール。ああ、で、ちなみに、アサヒのドライゼロに関しては、4位。鉄っぽい匂いがする。赤サビ系のちょっと嫌な味と書いてあります。うん。まあ、あとはいろいろあるんだけど。だいたい似たようなあれだよな。今度外国のあれか、ノンアルコールの買ってみようかな、これ。パナバック。パナバックっていう、ドイツの。これはあれだよな。製造法がそもそも日本では認められていないとか意味不明なこと言いやがって。ふざけんなよ、マジで。なんで認められていないっていう。はぁーって感じ。ちなみにこのパナバック。の、このノンアルコールビールが24本入りで、あ、高い。あー、高い。24本入りで、なんと、2851円プラス、さらに送料が756円かかる。ダメだ。あ、でもすごい !240 件のカスタマーレビューで 4.3 だよ、星。すごいな。これそんなにあれなんだ。うわ、これちょっと飲みてえな。どこに売ってんだろう。ノンアルコールビール。これは見たことないな。今度ちょっと栄行って探してみるか。パナバック。ベリタスブロイ。
やっぱね、これ酸味が強いんだよね、これね。ドライゼロはこれなんか酸味があって、さらにちょっと甘みも若干、甘味料が若干入っているということで。あ、これはあれだな。そもそも酒じゃねえか。コク、甘み。甘みはそんなないけど、香り。香りはどぎついですね。まあ、買うかっつわれると買わないんだけど、ノンアルコールビールで言ったら、まあ、わりかしうまいんだけど。でもやっぱダメだよね。2242です。ご視聴ありがとうございました。